こんにちは、ゴマークです。今回はプラレールの、ホームページで、ちょっとお待ちください。ちょっと今片手にカメラ持っててあれなんで、片手でキーボード打ってるんですけど、はい、こちらがプラレールのホームページで、新製品情報ってありますと、トミカの花発売日のようにこのように出てきます。で、10月は、よくわかんないチャギントンのプラレールなのか出ますけど、ですね、11月の発売するものがちょっと驚きなんですよ。はい、こちらですね。こちらは皆さん知ってると、出ることは知ってると思うんですけど、東京メトロ、銀座線、新線系と、01系ダブルセットなんですけど、今回これすごいんですよ。こちらが、01系の写真となりますね。なんですけど、新線系の写真です。すいません。なんですけど、この01系っていうのは今までプラレールで発売されてますよね。銀座線の。なんで、何が違うのかなと思ったんですよ。01系がこちらなんですよ。ちょっと見てください。この線形と同じ塗装なんですよね。どうやら、ここの文章を読んでるとわかるんですけど、ちょっと、読んでみますね。2012年3月にデビューした銀座線の新型車両新線形と80周年記念ラッピングが、なんでかな ?80 周年ラッピングで、01系が、この新線形の塗装みたいになったそうです。80周年だそうです、とにかく。前頭車のライトはガーテンと後尾車は今まで通りに光が当たると、光が入るとそこが光るって光ってよりに見えますってですね。かっこいいですね。なんか江ノ電みたいですね。はい、こちらもこのセットはですね、ちょっと高いんですけど3990円つって、4000円近くなっちゃうんで、なかなか買うのにあれなんですけど、クリスマスかなんかで、手に入れたいと思います。こいつ絶対欲しいですね。ちょっと現在のプラレールレイアウトは、こんな感じになってます。ちょっとまだ未完成ですけど。はい、で次。これもすごいんですよ。レールセット大型上下。一緒に広げよう。トミカとプラレールのハイブリッドターンセットってやつですけど、なんだっけな、HD300 っていう、この新しいハイブリッド機関車ですね、がついたセットですね。プラレールとトミカタウンが入った大型のオールインワンセットが登場。新型の HD300 ハイブリッド機関車とトミカ搭載貨車2台のほか、車両が通過すると電池なしで光る新情景エコ踏切も入ってますということで、ちょっと僕驚いたんですよ。この踏切はね、僕大きな踏切ってやつで出てるんでいらないと思ったんですけど、絶対これ欲しいですね。はい、電池なしで警報器が光る、なんないのかもしれませんが光るんです。ちょっと気になってしまいますね。車両が一番気になるんですけど、踏切自体は気になっちゃいますね。やっぱりエコなんでリーフが置いてありますね。詳しくは、ご自分でこれを見てください。私はちょっとただ単に紹介なんで。先行のこの車両の HD300 ハイブリッドっていうのはね、単三電池だそうです。単二じゃなくて、単三電池1本ですね。はい。で、プラキッズが1体ついていて、トミカ、ミニカーは入ってません。はい。あとこちらですね。こちらは東武スペーシアで行こう、東京スカイツリーセット。こちらも、先ほどの銀座線のセットと同じ、値段ですね。3990円。また同じ値段でこちら悩んでしまいますが、僕はこれとあっちが私はやっぱり銀座線ですけど、これも手に入れたいと思います。東武スペーシアで行こう、東京スカイツリーセット。これね、プラレールショップで先行発売を行ってるんですけど、ついに11月。なんでこんな11月に出るのか、もう先行発売してるんだろうって。欲しいんですけどね。欲しいんですよ。とにかく。で、2011年。来月ですね。今日は10月なんですけど、11月、登場します。これはちょっと楽しそうですね。僕はですね、これはちょっといいですね。僕はサニーコーラルとか原色、一気色とか、持ってるので、まだ持ってないのがこの雅色なんですよ。これさえ手に入れれば、
スペーシアの、まあ、全種類と揃っちゃうのかな、まあ、原色入れちゃうと、まあ、あれなんですけど、プラレールのスペーシアで全種類、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 まあ、全色種揃います。ちょっとすごいカミカミでしたてな感じで、まあ、話題のスカイツリー情景が入ったセットが登場。スカイツリーは見方のレイアウトに組むことができます。リニューアルされたスペーシア括弧みやびカラー車両は3両編成でそれぞれ連結切り離しが可能ですって、まあ、今まで通りですよね。キャストでいて、まあ、機関車トーマスですね。僕はあんまトーマスは興味ないんですけど、トーマスとパーシーのナップフォードステーションセットっていうのが出るそうです。まあ、僕全然こういうのはトーマス系とかトーマスは持ってないので、ね、興味ないんですけど、駅はちょっとかっこいいですね。プラレルトーマス20周年記念スペシャルセットが登場。大人気のトーマスとパーシーの動力車2両トレール情景が入ったボリューム満点のデラックスセットです。プラレールトーマス20周年プレミアム DVD 入れてもらって DVD 入ってるそうです。単三電池が2本、つまり蓋この2両がついてくるそうですね。このトーマスとパーシーがついてくるそうです。まあ、これが最後ですね。チャギントンセットです。ブルースターのアクションと携帯ですね。よくわからないですけど、これ価格が5,985円つって6,000円近くするこの値段で、あれなんですけど、チャギントンの大きな時計台の周りをブルースターとアクションチャガーが協力して交互に何かエディを運びます。ループで楽しめる、見ていて飽きないレールセットですって書いてあります。うん、交互でって書いてありますね。でこちらも電池が単三電池1本でエディ人形付きって書いてあります。よくわかんないし、エディっていうのはわかんないんだけど、こちらかな、エディ人形っていうのは。でまあこんな感じだそうです。エコトイって書いてありますね。まあチャギントンとかトーマス系全然知らないんですね。せいぜい知ってるのはこれとかこれとかこれなんですけど、まあ本当だったら編集して11月の製品、あ、11月発売するプラレールとなんか紹介っていうか、あのこう声で喋るんじゃなくて字幕をつけてね、写真つけてとか、そういう風にやりたかったんですけど、ちょっと時間がないので、まあ、皆さんにもお知らせしたくて、まあ、この動画を出しました。ちょっとね8分近くの長い動画になってしまったんですけど、まあこれを見て参考にしてみてください。まあ、僕はとりあえずはこの銀座線は手に入れます。絶対これはちょっとなくなるかもしれませんよね。なんか発売して人気があったりとかそんなのがあったら困るので、僕はちょっと買いたいです。これも買いたいんですけどね、ちょっと高額なのでちょっと悩みますね。はい、じゃあ今回はプラレール11月に登場するプラレールの製品紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。終わります。